はい、ではサーブの的当て練習をしたいと思います。お願いします。引き続きマシューさんに出演していただきま す, お願いします。サーブの的当てって普段見たら分かりますが、センターとボディとワイドそれぞれ3箇所ずつありますけれども、まあ、基本的にセンターもボディもワイドも全部狙えた方がいいと思うので、まあやってボール1個ですけどああいう的を狙ってサーブをしましょうっていうのを的当て対決をまたやりたいと思います。はい、お願いします。マシューさんってそのサーブの練習するときになんか意識していることってありますか？そうですね、結構こう僕は体の使い方をすごくどっちかというと意識をしてしまうので、こう例えば前に体が入って打たない、要はしっかり上に打ち上げていけるように体を上の方に残していくだったりとか、あとは打ち終わりでバランスをしっかり取り切るとか、なんか結構こう体の使い方をどうするかってことばっかり してしまうので、逆にああいう的当てを僕はやらないというか、本当にフリーでアバウトにじゃあセンターワイドボディ行くよみたいな感じで、そこからどう体を使っていくかってことの意識だけして練習してしまうかもしれません。なるほど。結構その僕は大学のアジア大学なんですけど、的当ての練習結構やって、やっぱ的を狙う大切さっていうのと体のもちろんバランスっていうのも大事なんですけど、一番僕が重要視してるのは一球打つ時間をかけるというか、単純にこうバンバン打たないっていうのが大事だと思うので、一球に対してどれだけ試合に近い状況を作って打てるかっていうのはすごく大事だと思うので、一球打つのに何秒もかけていいと思うので、まあ、ちゃんと自分の形を作って、例えばもうボールをカゴから取ってもうここからですね、サーブっていうのが始まってると思うので、まあ、そんな意識をちょっと反復しながらちょっと的を狙っていきたいと思います。はい、マシューさんも狙ってもらって、頑張ります。どっちが先に当てるか何個当てるかっていうのをちょっと対決したいと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。とりあえず2球持ってルーティン、意識を教えてほしいです。意識、はい、試合に近い状況で打つ、1球打つごとにいつも同じ動作、例えばこうやってるんならばこうやってから入る、4回突くなら4回突く、僕は2回なんですけど、ちょっと1回やってみます。暴れましたけど、いやいや、でも今1球目と2球目の入りが同じでしたね、完全に。そうです、そういうところっす。入り方を常に一緒にするっていうのはすごく努力をしてきた部分なので、やっぱ例えば4人とかでサーブの入りを練習しましょうっていうと喋っちゃうじゃないですか、うん、サーブそこに入ってて喋っちゃうとか僕はダメですよね。だから集中してる状況っていうのを作って入る、入って失敗しても同じ状況を作ってもう一回作り直してっていう、いつもと同じ状況をなるべく作ろうとする方がこういう練習ではいいかなと。僕は結構一球一球を結構気持ちを込めてじゃなくてすごくやっぱ質の高い練習にしたいので、バンバン打つっていうのも大事なんですけど、一球ちゃんと打とうっていうのを常に理解している感じです。了解です。ちょっと試合の意識を持って、そうですね、バンバン打って、OK、どっちでもいいです。サイド試合の気持ちを作ると思います。そうですね、打ち終わったらちょっとリラックスです。なるほど。うわダメだなとか言っていいんで。なるほどなるほど。当たり熱いっすよね、めっちゃ土井さん当たり熱いっすね。すごいっすね。ちょっとでも回転はかけてます。あ、そうなんですね。早いなりにもやっぱこの身長とこの打点だと入らないんで、直線だとちょっとそのスピンとかスライスはやっぱかけます、最低限。もうね、サーブはここから始まってます。ここにカゴがあるんで、ここからボール取った時点でボール選ぶところからです。なるほど。はい、僕のこだわりなんで、ちょっとうざいなと思ったらちょっと、いや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 大事なルーティンだと思います。ちょっとね、ルーティンもちょっと、もしルーティンない方はね、ルーティンを作るっていう面でも大事なので、ルーティンを、まあ、無理やり作る必要もないんですけど、まあ、ルーティンを見つけるっていうのも大事なので、なんかそういうのも練習になるかなと思います。じゃあもうちょっと2球で当てます。センター、あ、そっけあ、そっけでも当たったそっちじゃないんだな。あ、すいません、失敗してなんぼですなあ。今でもすごいですね、ちゃんと当たりましたね言うて。いやちょっとでも悔しいな。
でも悔しいっていうのが一番僕は好きなんですよね。悔しいからもう一回やろうってなるんで。惜しい。あともう一個のこだわりはずっと同じ場所を狙わないことです。僕はやっぱ試合って2球ずつ、2球っていうか、まあ1球入ったらもう1球しか打てないんで、そしたらもうサイドが景色が変わるじゃないですか。だから僕はもう2球とか4球とか同じ場所狙ったらもう忘れてこっち行きます。なるほど。一番得意なワイド行きます。ちなみにあのマシューさんって得意なコースとかってあるんですか？僕センバックサイセンターとフォアサイのボディスライスがを軸でいつもやってます。ちょっとスライス気味の回転が僕は得意なので、な、まあ、ボディにこう寄って詰まっていきますね。なるほど、はい、ちょっと背がない分やっぱ低いの低いので攻めたいとは思うので、跳ねさせてもちょうどいいだろうと思って。まあなかなかハードコートとか遅いハードとかだとまだ跳ねるんですけど、はい、オムニとかも、うん、オムニは跳ねない、スライス系の方がいいですね、はい、オムニは実用的ですね。そうですね。おお、逆サイズね。いいと思います。結構ね、集中すると例えばすごく本気で狙って、すごく本気で狙った結果どれだけずれるかっていうのが分かるんですよ。ああ、確かに。で、それが分かると例えば今のだとちょっと見た目でアドバイスさせていただくと、はい、ちょっと左に流れてるんですよね、体が。だからその部分をちょっと修正するといいとは思うんです。で、自分がすごく集中した状態を作って。でその集中した状態で体を動かすのが、まあ、要は実力だと思うんですよ、うんうんうん、でその実力がこっちにちょっとずれるともう例えば相手の打ちやすい場所に行ったり、まあ、単純にフォルトしたりするの でサーブって唯一自分のペースで好きに打てるので、はい、武器にしたいんですよね、はい、武器にするためには例えばボールカゴから取ってこの間の時間がすごく重要。なんとなく打つっていうのは多分試合でなんとなく打たないです。打たないです。なので多分試合で役に立つサーブを打ちたいってなったら多分練習のこの段階で、まあ、そういう自分がこう集中するというか、まあ、いい状態を作る練習として、まあ、この辺だからカゴを例えばあの辺とかに置いてもいいわけです。時間をかけて、あ、そう、ポイント終わってうわーって終わった後にあっちにボール取りに行かなきゃいけない。そしたら歩く時間もサーブで集中して入るための時間に使えると、まあ、そういうそれも技術だと思うんですよね。今カメラの後ろにボールあるんですけど、ここから歩いていく、ここからもう次のポイントに向かってるわけです。でそこでよしボール選ぶところからってやると結構試合に近い状態でサーブを打てる。喋ってないで当てます。頑張ります。頑張ります。僕もデュースサイドのワイド、再現性やばいっすね。2球とも同じとこ行った。同じミスだ。ある意味安定してますということで。マシューさんどこ行きますか？僕ボディ。ボディ。おお。おお。いいですね。でも今おっしゃってもらった集中した時に流れてるっていうのを意識したんですよ。普段サーブ練習の時さっき僕体止めることとか意識してるって言いましたけど、それが今ない状態で、あ、流れちゃってたんだなっていうのを認識できたんで、ちょっと安定していきましたね。そうですね、はい、2球とも割と安定しましたね。はい、だいぶ今のは実践に近かったかもしれないです。結構例えば今のファーストフォールとしてセカンドサーブで同じところを狙う、はい、まあ、弱点が例えばバックの詰まってるところだったら多分もう一回同じところ狙いたいとかあるじゃないですか、はい、でそういう時にやっぱファーストとファーストでミスした
ても、まあ、セカンドでファーストと同じような入り方をすればちょっと分かってくると思うんですよね。あ、これファーストこれで例えば左にずれたからちょっとそれを修正しようって入れるんで、ファーストサーブ打ってセカンドサーブっていう練習にもなる、セカンドサーブも同じ状態で入るっていう、そういう練習にもなるんで。おお、でも安定してるな。あ、でもラインはいいっすね。ラインはいい、ラインは合ってます。あのサーブのその軌道は安定してると思うんで、ちょっと今体が、まあ、ちょっとだけ逃げましたね、はい、でもただそれが分かるんですよね。分かれば、あ、じゃあこうちょっと右に飛んでみよう、上に飛んでみようとかで分かるんで、分かるっていうのが大事ですね。確かに違いがそこで分かってきますもんね、漠然とやるより。はい、じゃあ本家見せてほしいですね、ここは。ちょっと当てない逆当ててる場合じゃないぞってことですね。どうしよっかな、アドサイドセンターで。結構大事なポイントって僕4回つくんですよ。はい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 、ちょっと使い分けてて、実は細かい言えばプレッシャーかかるので。今行ってましたね、深さだけ。おおなんでだ、再現性がすごい。同じことをさっきも言いましたけど、いやこれ結構頭疲れるんですよね。頭っていうか、うん、気持ちっていうか、確かにすごい使うんで、神経を、集中力がすごい使うんで。そうですね、漠然と打たない。もうボールの打ってる数はそんなに打ってないんですけど、すごい疲れるんですよ。確かに、でもいい練習だなっていう、はい。修正しましたね。いい感じで。デュースサイドボディ。惜しい。おお、ナイスアップ。今のは良すぎた。いいです。あれはいいんですよ。ナイスアップ。そして多分今集中切れたので満足しちゃった。そう、結構大事ですそれ。惜しい時に切れるんで、それを切らさないです。そうです。こうなるんですよ。そう、自分の それですよね。この練習の醍醐味はここなんですよ。今直そうとした結果でもあれですからね。集中を。例えば試合の時もそうじゃないですか。いいポイントを取れた次って大事なんですよ。変えちゃいけないんですよ。やり方を。だから例えば最初、お、いいサーブってなった時に。そこそこ悔しがって次っていけばもしかしたら良かったかもしれない。もうブレちゃったんですよね。完成しましたとか言ってちょっとそこが自分の弱さも見えてくるんで、惜しいともうそもそも人間も揺らぎますよ。しょうがないです、それは。だけどそこをなんとかそう、抑えるっていうのが試合の心理状況にもつながるんで。おお、いやー揺らがなかったんですけど、うん、まあでもあれはいいと思います。自分で言うなっていう、今はすごいな、うん、的を当てないっていうオチで終わるかもしれないですけど、これあとどれぐらい、あとね2分ぐらいでじゃあお互い多分ラスト両サイドぐらいです。ちょっとラスト4球試しましょう。おおお安定してますね。あ、最後か。最後2球ですね。それセンター得意なとこいきます。わあ、でも的よりいい。最後見せてください。アドサイドセンター、なんかずれたときはこうやってもう一回こうしてこういう感じで、うおー、いきそういきそう、いくいく、これうお
がえぐい。いやーダメでしたね。すごい。でもサーブの的当ての練習やりましたけど、オチは的に当たりませんでしたということで、いやでも2人頑張ってやってましたね。集中しましたね。論外でしたけど土井さんのあの再現性の高さ見ましたか皆さん。最後とかやばかったっすよ。同じ軌道で入ってたしコースめっちゃ良かったんで。いやちょっと悔しいな。でもさっきの動画の言葉を借りると当たるかはやっぱ運じゃないですか。そうですね。同じラインだったりとか同じ入り方だったり。あそうそう、マシュさんも、まあ、ぶっちゃけあれ的でやりましたけど本当はエリアセンターエリアボディエリアワイドエリアでエリアに入っていればいいんです。当たんなくても実際あれでいいサブだと思いますし。そうですね。やっぱ試合で使えるところにちゃんとあそこを意識するとやっぱ行くなっていうのが、はい、今回でも僕も練習になったので。そうですね。まあちょっと悔しいですけど、まあ、この悔しさとかあの集中した時のズレとかそういうのが理解できるいい練習なんじゃないかと思いますので、皆さんもぜひ、まあ、ちょっと1球に対して時間をかけたりルーティーンを見つけるっていう意味でもいい練習だと思うのでぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。マシューさんありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。